はい、皆さんこんにちは。今日はトミカ武将コレクション2019いざ関ヶ原への6車種が発表になったのでチェックしていきます。で、正式発表されたプレスリリースの方を見ていこうかな。これだね。株式会社東販さんのホームページのプレスリリースを見ていきます。発表されたのは1月8日だね。で、今回のこのシリーズは全6種類の偶数月に発売ってなってるね。下の方を見ていくと6車種はこんな感じだね。ちょっと見づらいので大きくするとこんな感じだね。伊達政宗トミカはシビックタイプ R だね。ボディカラーはこれはゴールドなのかな。で、次は石田三成のスバル BRZ だね。これも人気車種だね。で、次が本田忠勝トミカのスバル WRX の S4 だね。これはダークグリーンのメタリックなのかな。で、上杉掛勝トミカは鈴木スイフトだね。ここにもカモンか何か入ってるね。で、徳川家康トミカはトヨタ CHR だね。ここにもやっぱりカモンが入ってるね。ボンネットの部分にも何か文字入ってるけどちょっと見えないね。で、最後が前田慶次トミカの三菱トライトンだね。こんな感じで6車種それぞれ発表になりました。で、以前 SNS とかネットで噂になってた通りの車種だね。で、今回こうやって公開されたデザインを見てみるとどれもかっこよさそうだね。もうすでに予約が受付されてるこの伊達政宗トミカっていうのはすごくもう人気になってるね。で、下の方行って発売月を見てみるとこんな感じだね。伊達政宗トミカは2月発売で石田三成トミカは4月だね。本田忠勝は6月で上杉海勝は8月だね。徳川家康は10月で前田慶次トミカは12月になってます。で、今回のシリーズも一番初めに発売される伊達政宗トミカはコレクションボックス付きになってるね。だからちょっと価格の方が高くなってます。で、こうやって車種の方を見てみるとトヨタ、ホンダ、スバル、三菱ってあるけど日産はないんだね。ちょっと日産ファンにとってみたら寂しいね。で、今回もこのシリーズは2月から12月1年間だからちょっと長いシリーズだね。一つ一つ確実に手に入れていきたいと思います。はい、今日はトミカ武将コレクション2019のいざ関ヶ原へのシリーズの全6車種をチェックしてみました。で、今回動画ではプレスリリースの写真で見てみました。でも、すでに東京オートサロンの方では実車が展示されてたよね。今回は東京オートサロン行けてないので実車の発売を楽しみに待ちたいと思います。で、このシリーズは書店限定になるので本屋さんかオンラインショップだとオムニセブンとあとイーホンでも予約ができるね。手に入れたい方はそちらの方をチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。